こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ようやく低価格無人ステルス機が完成した。ヴァルキリーと言われるもので、最新鋭の戦闘機を追従する機能を備えている。そんな次世代ヴァルキリーが生産可能になる話がある。あとは米国の発注次第。F-35 ステルス戦闘機との組み合わせが期待される。すごいところは、ヴァルキリーは打ち上げ可能というところだ。滑走路だけではなくロケットみたいに打ち上げることが可能。無人で任務に就くことが可能になる。日本も導入したいところだが、価格は？気になるところだろう。だが、このヴァルキリーの魅力的なところは価格にも現れている。一機約3億円強というところだ。とても魅力的に感じる。今後防衛省の予算化もされると感じるが、米国次第といったところだろう。やはりヴァルキリーが追従できるのは最新鋭の戦闘機だが、日本も F-35 戦闘機の導入が急がれる。その F-35 の予算化を少し見ていこう。予定もこれから順次導入される他の機体にも期待を持っている。それでは、政府は、ステルス戦闘機 F-35 と早期警戒機 E-2D の追加注文を発表しました。実際には、購入をそんな急ぐ必要はないと考えられるのですが、あえて行うという陰には、日本とアメリカの間に深い関わりがあるのではないかと推理してしまいます。F-35 のステルス戦闘機としての信頼性が今ではかなり上がってはきています。しかし、いろいろ取り沙汰された問題も解決していない状況なのです。と言っても、これから改善できることでしょうし、ステルス戦闘機としては最新鋭となりますから、防衛力強化には大いに役立ってくれると思われます。また、E-2D、通称ホークアイも追加注文ということですが、この機体をある程度の数保有することで、防衛策として非常に有効の手段の一つとなるでしょう。実は、E-2D は、ホークアイ鷹の目という別名が示す通り、非常に優れた能力を備えています。ですから、オーバーな表現をすると、ステルスを無効にする航空機なのです。それだけ優れた有能な機体ということがあまり知られていないのが少し残念にも思えます。見た目は小さいのですが、中身は最高、最強の機体なんです。有能で頼りがいのある機体 E-2D は、自国にあればとても使える航空機です。さて、日本の追加注文に関して気になる記事を発見しました。紹介しますね。米中貿易対立が日本へ飛び火。日本政府と防衛省は最近アメリカ製の装備を導入しようとする傾向が強くなっているようです。その理由は現在のトランプ政権と深い関係があるためと言われているのです。アメリカファーストを標榜するトランプ政権は、貿易赤字の原因とする中国からの輸入品すべてに制裁関税をかけるという政策を着々と進めています。目には目をかどうかはわかりませんが、中国もおとなしく引っ込んではいません。トランプの神経を逆なでするかのように、中国は自国通貨人民元を切り下げて貿易を有利にしたのです。最新の発表によると、中国の9月の貿易黒字は史上最大の317億ドルにも達し、
アメリカに対する黒字も史上最大の341億ドルという巨額に上りました。中国の世界への貿易黒字よりアメリカへの黒字が大きい理由は、他国から輸入したので、中国が赤字になっている国もあるからです。平均するとこうなるというわけです。例えば日本ですが、2017年は対中貿易でわずかに黒字でしたが、実質的には一度も赤字になったことはありません。というのは、日本が中国から輸入した品物を香港やマカオに輸出し、香港から中国本土にまた輸出するという三角貿易となっているからです。中国と香港が一つの国であると考えると、中国が日本に貿易黒字だったことは一度もないということになります。アメリカは香港が含まれても含まれなくても、中国に対しては圧倒的に貿易赤字です。なんとかしてアメリカを世界トップにしたいトランプ政権。中国だけではなく EU にも制裁をほのめかしていますし、同盟国である日本すら例外でないと断言しています。国内企業や雇用を守るためにも、日本政府には毅然とした対応を求めたいところです。過去の日米貿易摩擦を振り返ってみますと、中曽根政権時1機120億円以上の F-15 戦闘機を200機以上もアメリカから購入したことがありました。当時はまだ運用していた F4 戦闘機の5倍もの高額でした。それだけではなく E2C や P3C など他にも多くの最新兵器を購入したのです。1980年代当初はソ連のアフガニスタン侵攻など東西冷戦の最中でした。購入目的は公式にはソ連の侵攻に備えるためということでしたが、もう一つ重要な理由がありました。それがアメリカのレーガン政権からの対米貿易赤字解消という強い圧力だったのです。この圧力に負けてオレンジや牛肉の輸入が解禁され、国内農業者に打撃を与え、大騒動になったこともありました。これを現在に置き換えてみると、ソ連が中国、F-15 が F-35、レーガンがトランプということで、まるっきり同じ事態が発生しているということですよね。つまり、アメリカの制裁を受け、アメリカを儲けさせるのために、防衛装備品購入を決定したと言えるでしょう。現安倍政権は、アメリカに、日本はここまでやってるんだよ、アピール度の、高いもの高額兵器を続けて購入するようです。F-35 ステルス戦闘機は20機導入予定で、1機あたりの価格は約130億円ですが、機体購入時の支払い額なので、機体に関わる周辺装備やメンテナンス費などを換算すると、1機合計金額は200億円以上も必要になるそうです。事実、最初の6機購入した時には1200億円を支払っています。F-35 以外にも最新鋭の空中レーダー機 E-2D を9機購入する予定になっています。この9機は約31億3500万ドル、日本円で約3480億円という巨額でした。この機体は1機140億円なのですが、追加費用が発生しますから、結局1機200億円以上ということになりました。それだけではなく、防衛省は電子攻撃機、電子戦機導入も検討しているとのことです。この機体は
イージス艦を制御不能にしてしまうほどの強力な妨害電波を発する有能な機体であることはわかりますが、EA-18 ギガグラウラーとすると、一機あたり200億円以上となるようです。他にも、AWACS 早期警戒機の回収費用をはじめ、アメリカとの共同研究や開発も数多く行っているので、それに要する費用が莫大なものになるということは簡単に想像がつきますね。共同事業の理由が中国、ロシア、北朝鮮などに対応するという目的だけではなく、アメリカの貿易や赤字解消目的のためというのは明らかです。個人的な考えでは、むしろこちらの方が重要視されているのではないかとさえ思われます。アメリカに対する貿易黒字を緩和するために、国土防衛に必要な戦闘機を購入するというのはあり得るとは思います。しかし、正直なところ、戦車や潜水艦の性能では日本がアメリカより上ではないかと考えられるのです。戦闘機や空母に関してはアメリカが優勢ですが、同盟国ということですから、お互いのことを考えるのは当然とは思われますが、あまりにも防衛装備品にだけ肩入れし、他の国内企業を二の次にしてしまうと、全体として良くない影響が出てくるのではないかと不安が、一面も感じてしまいます。